1番北海道八嶋利正、2番静岡稲葉一馬、3番青森須田大光、4番福島鈴木豪、5番岩手石田武彦、6番千葉石井正則、7番福島鈴木範義、8番福島木田豊、以上のメンバーによる対戦です。このレースは8車立てとなっています。今日は雨のコンディションです。気温が現在24度、湿度は 85%、 風は北東の風2メートルと発表されています。バンク内はバック側からホーム側に向かっての風向きとなっています。発走いたします。体制完了です。号砲になりました。第一レース A 級一般競争スタートです。1番八嶋利正が上がりました。続いて2番が稲葉一馬、5番石田武彦、6番石井正則、3番須田大光、7番は鈴木範義、8番木田豊、最後尾に4番鈴木豪です。バックストレッチ誘導員に追いつく3コーナー、1番車北海道八嶋利正、予選競争はジャンマイから一気のスパートでしたが、野城や元に叩かれたレースでした。続いて後ろに3番青森須田大光が入っていきます。1番3番そして5番の岩手石田武彦、このラインの3番手、1番3番5番2周回目に入っています。4番手は2番静岡稲葉一馬、予選競争は地元勢追走の競争でしたが、今日は石井正則に前を任されて自分で前でやるようです。稲葉一馬、自力は前場所宇都宮の最終日で1コーナーまくり打っていました。稲葉一馬、マーク6番石井正則の2番6番難関勢、4番福島の鈴木豪が現在6番手にいます。初日はかましたんですが、今井聡に合わされてしまったレースでした。鈴木豪には同県福島、7番の鈴木範義、さらに8番の木田豊が続いて、ここは福島トリオです。4番7番8番です。3周回目に入って第1コーナーです。1番八嶋利正が先頭、3番青森須田大光がマーク、岩手の6番5番の石田武彦が3番手、1番3番5番、北日本勢は2つのラインに分かれています。中段は難関コンビ2番稲葉一馬と6番石井正則、2番6番、4番鈴木豪現在6番手。3周回目の第4コーナーを回りました。ここで4番鈴木豪が上がっていきます。中段から合わせて難関の2人も上昇、打掌周回1コーナー、難関勢が前に出て、さらにその外から上がっていく4番鈴木豪、福島勢が仕掛けて第2コーナー一旦流します。4番鈴木豪、1番八嶋利正現在6番手から仕掛けるタイミングを図っていますが、まだ行きません。ジャンが鳴っています。流し気味にセンター鈴木豪です。ここは1番車八嶋の出方を見ながら前を向いていきます。4コーナー回ってのホームストレッチ、内をすくって2番車の稲葉一馬、2番手のインコースに上がった、アウトコースから仕掛ける1番八嶋としま、その後ろは切れました。短期で上がっていく1番八嶋とします、前段捉えて第2コーナー加速する八嶋利正、後続を引き離していきますか。2番手で追いかける4番の鈴木豪、3番手を奪った2番稲葉和は、4番手に7番の鈴木範義で2センターから第4コーナー回っていきます。1番車八嶋利正先頭です。後続を引き離しています。1番八嶋利正先頭です。今1着ゴール、そして2番車の稲葉和馬が乗りました。1番2番8番あたり、1レース A 級一般競争、一気のかましが決まりました。八嶋利正後続を引き離しての先頭ゴール、1レースの一般競争。それではリプレイをご覧ください。見事に八嶋のかましが決まって、2着争いは伸びてきていくのは2番の稲葉一馬です。リプレイゴール線上ご覧ください。1番2番8番あたり、
1番福島山口茂、2番地元神奈川佐藤悠基、3番宮城大内達也、4番福島関根明人、5番静岡小林博也、6番北海道小原慎也、7番福島門馬拓馬、8番千葉小林博義、以上のメンバーによる対戦です。このレースも発車立てとなっています。風が強くなってまいりまして、現在は 2.5 メートルの風速です。山口茂と佐藤悠基、山口茂は門馬拓馬マーク、佐藤悠基は小林博也マークの競争です。本命はこの人、5番車静岡小林博也、徹底先行タイプ。号砲になりました。第2レース A 級一般競争スタートです。2番佐藤悠基が前を取ります。2番手から1番山口茂、続いて3番が大内達也、5番小林博也、8番門馬拓馬、4番関根明人、7番小林や門馬拓馬が6番手、最後尾に6番小原慎也です。先頭は第3コーナーです。佐藤悠基が5番の小林博也を迎え入れています。予選競争は主導権を取りました5番の小林博也、2番佐藤悠基がマークの競争、8番小林博士がこのライン3番手、5番2番8番難関ライン2周回目に入っています。7番門馬拓馬が4番手から、昨日は一旦前に出て北海道勢を行かせて飛びつきを試みたんですが、昨日はうまくいきませんでした。7番門馬拓馬、門馬拓馬には1番道県福島山口茂、昨日は難関勢に絡んでいく競争でしたが、今日は門馬拓馬マーク山口茂、4番関根明人、福島トリオ3番手、7番1番4番、3番宮城の大内達也と6番車北海道小原慎也、この2人は福島勢とライン分かれてやるようです。3番6番青番を通過しました。先頭は5番車小林博也です。ここは人気の中心マーク2番車地元佐藤悠基、8番は小林博之、5番2番8番は難関勢3車、4番手から福島トリオ、7番門馬拓馬、1番山口茂、4番関根明人、福島勢が動きました。3周回目の2センター、7番門馬拓馬、5番の小林博也を抑えました。リードに後ろ並走、小林博也引きません。今赤番を通過してさらに車を進めていく福島勢ですが、内から突っ張るか、5番車小林博也インコースから突っ張りました。突っ張られて7番車小林や門馬拓馬、一旦空いた2番手に収まるも、ここは8番の小林博士追い上げて、さらに2番の佐藤幸が再び2番手に入って、5番2番8番再び難関勢連結し直して、7番車の門馬拓馬外に浮かされて、3番車大内達也インコースについて4番手に入っています。今400メートルを切りました。5番の小林博士が主導権、7番車門馬拓馬は交代しています。今第2コーナーからバックストレッチ、難関勢が行きます。5番2番8番、そしてここから1番の山口茂が4番手までまくってきました。これ合わせて3番の大内達也も動く。ここは8番車の小林が牽制、内をつく6番車は小原慎也、4コーナー丸、先頭は5番の小林博也、その後ろはもつれ気味に先頭は5番の小林博也先頭、そして6番車が伸びた。2レース A 級一般競争、小林博也の逃げ切り、そして2着に伸びてきたのは6番車の小原慎也でした。5番、6番、3番あたりの号の通過体制。それではリプレイをご覧ください。難関勢の3番とあたりがちょっともつれ気味に4コーナーでした。小林博也が快調に飛ばしたまま先頭ゴール、そして6番の小原慎也が伸びていきます。リプレイゴール線上をご覧ください。続いてスーパースローです。1番地元ホームバンク川田忍、
2番東京今井聡、3番青森佐々木健二、4番地元ホームバンク安坂陽一、5番北海道山口慎吾、6番北海道中野亮、7番栃木篠崎隆、8番福島牧田健也、9番静岡斉藤武人。以上のメンバーによる対戦です。雨は一時止んでいるようです。本命に押されたのは地元の1番川田忍、今日は斉藤武人マークの競争、昨日主導権を握ったのは2番車今井聡、斉藤武人、川田牧田健也、両先行型。濃厚になりました。第3レース A 級選抜競争スタートです。勢いよく飛び出していったのは8番の牧田健也です。続いて3番は佐々木健二、1番車川田忍も3番手から、4番は安坂陽一、5番山口慎吾、9番斉藤武人、2番今井聡7番手、6番中野亮がいて最後尾7番篠崎隆です。第3コーナーです。先頭は8番福島の牧田健也です。昨日は佐伯翔太に叩かれ、中段で平原啓太と絡んでしまったレースでした牧田健也。後ろは3番青森佐々木健二がマーク、8番3番東北勢、ここから6番中野亮が上がってまいりまして、ここは山口慎吾の後ろに入ります。3番手に5番山口慎吾、その後ろに6番中野亮、5番6番は北海道の2人です。5番手に9番静岡の斉藤武人、昨日は青森勢の後ろに飛びついたんですが、竹山啓太の追い上げにあって、昨日は好位置を明け渡してしまったレースでした斉藤武人です。後ろは1番下地元川野忍、予選は伊藤明乃にマークの競争から、今日は斉藤武人のマーク川田忍、9番1番、その後ろが4番安坂陽一、難関ラインが9番1番4番です。青番を通過しました。8番手にいるのは2番車東京今井聡、昨日は鈴木豪のかましに合わせきった先行でした2番今井聡、後ろは7番車栃木篠崎隆の関東勢2番7番。3周回目のバックストレッチから第3コーナー、8番牧田健也先頭、後ろは3番佐々木健二、続いて5番山口慎吾、6番中野亮が続いて、北日本勢8番3番5番6番と続いています。動いたのは関東勢、2番今井聡に7番の篠崎隆、打賞周回に入りました。北日本勢を抑えて前に出た関東勢2番7番、そしてアウトコースから今度は難関勢が行きます。9番の斉藤武人、1番川田忍、そしてここは4番安坂陽一がついていけず後方に置かれています。ジャンで勢いよく飛び出したのは8番の牧田健也、このダッシュに3番佐々木健二が切りました。これで2番手にうまく飛びついた9番斉藤武人、1番車川田忍、3番手長須8番の牧田健也、今400を切る、後ろを確認しながら1コーナー、8番牧田健也そのまま逃げます。後ろは9番斉藤武人、絶好の2番手、2コーナーからバックストレッチ、ここは4番手から今度は2番の今井聡が仕掛けた、7番の篠崎切りました、2番の今井聡が高スピードで上がってくる、現在2番手まで上がって2センター、逃げる8番の牧田健也まだ先頭だ、そして2番の今井聡が横まで来た、粘る8番牧田健也をかわしていく、2番の今井聡、外から1番車が伸びて2番1番。第3レース A 級選抜競争、今井聡のまくりが決まりました。牧田健也もよく粘ったんですが最後は力尽きました。2着に伸びてきたのは外から1番下地元の川田忍。それでは3レース選抜競争リプレイをご覧ください。今井聡のまくりが決まって外から伸びていくのは1番の川田忍です。リプレイゴール線上、2番1番、そして粘った8番牧田健也。1番群馬宮内善光、2番地元神奈川野城屋元、3番宮城山崎正幸、
4番埼玉国広哲司、5番山梨長野文秀、6番千葉小林雄一郎、7番宮城寺林正明、8番宮城竹山啓太、9番地元ホームバンク柴田浩一郎、以上のメンバーによる対戦です。人気を集めたのは2番車、地元の城山本です。2番車の城山本、昨日もいい競争しました。状態を起こすところ、そしてマークは柴田浩一郎となります。その隣は宮城勢の先頭、8番車竹山啓太。発走いたします。体制完了です。号砲になりました。第4レース A 級準決勝スタートです。5番の長野文秀、前を取りました。続いて1番宮内善光です。6番手は千葉小林一郎、4番国広哲司、2番が野城山本、7番寺林正明、3番山崎正幸、8番竹山啓太、一番後ろから上がるのは9番柴田浩一郎です。3コーナーから2センター、6番千葉の小林一郎が5番の長野文秀の前に入りました。昨日はうまく立ち回って太田正則に乗っていくような形で2着に入っています。小林雄一郎、縦の攻撃力を持っています。マークは5番車山梨長野文秀、初日は小林博山の先行に乗っての競争でした。4番埼玉国広哲司がその後ろ、6番5番4番、2番本命野城山本中段4番手。予選は前へ前へと突き進んで、最後は高スピードのまくりでした野城山本。後ろは9番車地元柴田浩一郎、初日は加藤圭一マークの競争でした。今日は野城屋を連携との連携、柴田浩一郎2番9番、この地元勢の後ろに1番の群馬宮内善光がつきました。2番9番1番です。8番宮城竹山啓太は7番手です。予選はジャンで後手を一旦踏んだんですが、ホームで3番手に追い上げていきました。8番車竹山啓太、3番宮城の山崎正幸がマーク、その後ろが7番車寺林正明、宮城トリオ8番3番7番後方待機。第3周回2コーナーからバックストレッチ、先頭は6番千葉の小林雄一郎、その後ろは関東勢がつきました。5番長野文秀と4番国広哲司です。本命2番車野城山本中段4番手、9番柴田浩一郎、地元勢に1番宮内善光、動いた8番車竹山啓太、宮城トリオが上がっていきます。8番3番7番、打賞週間に入りました。宮城勢ね、前が前に出て第1コーナー、6番小林一郎下げて、これで2番の城屋元がアウトコースから動いていきます。さあ押し上げていく地元勢、2コーナーからバックストレッチ、8番竹山啓太は車を引きます。ジャンで下げた宮城勢、そして今度は6番の小林雄一郎が動いていく。2センターから第4コーナー、2番下の後ろ山田真奈流しています。外から来たのは6番の小林雄一郎、6番5番4番の国広哲司切れて、さあここは叩いた6番小林雄一郎、叩かれた2番の野城山田、冷静に3番に引いて2コーナーからバックストレッチ、逃げるのは6番の小林雄一郎、番手は5番の大佐の踏み入れ、3番でまくりは2番の野城山田仕掛ける、ここは5番の大佐の踏み入れブロックした。2番の野城山田出足を止められました。そして9番下柴田浩一郎、うまく内に入って伸びていきます。ここで落車があった、9番、ここは柴田浩一郎が伸びた。そして7番寺林正明、ゴール前2選手落車、2番の城山本と8番の竹山啓太、ゴール前で落車がありました。うまくコースをついて伸びたのは地元の9番柴田浩一郎でした。まだ確定ではありません。2番の城山と8番の竹山啓太、この両選手落車しています。8番竹山選手は危険、2番の野城元選手も危険したようです。
ゴールの通過体勢9番、7番、4番あたりに見えましたが、まだ確定ではありません。リプレイをご覧ください。審議いたします。ただいまのレース審議いたします。第4コーナー付近の事象について審議となっています。1番地元神奈川加藤健一、2番青森小笠原翔太、3番栃木磯田明、4番地元ホームバンク河野純吾、5番静岡佐伯翔太、6番地元神奈川伊藤明則、7番青森小橋明則、8番青森高谷俊美、9番茨城土屋仁、以上のメンバーによる対戦です。発送いたします。1枠の3人、本命の最多のは磯田明、加藤健一と小笠原翔太は平塚は得意バンク、号砲になりました。第5レース A 級準決勝スタートです。ここは3番磯田明が前を取っていくようです。2番手から1番加藤健一、続いて4番が河野純吾、6番伊藤明則、5番佐伯翔太、9番土屋仁、8番高谷俊文、2番小笠原翔太、1番後ろは7番小橋明則です。先頭は3番磯田明、初日の特選競争を制しています。昨日は飯田健二の先行に乗っての1着、飯田のかかりもよく、昨日は電車道でした。その前に静岡の5番佐伯翔太が入っていきます。静岡の切符のいい先行タイプ、予選競争も持ち味を出し切りました。5番3番そして9番茨城土屋仁がこのライン3番手、5番3番9番中段4番手に地元の1番加藤健一、初日は7番手後手を踏んでしまいました。まくりも不発に終わってしまった加藤健一、昨日の鉄は踏みたくないでしょう。1番車加藤健一には6番車伊藤明則、昨日は3番手で足をためての直線勝負でした伊藤明則、今日は加藤健一マーク、その後ろが4番地元河野純吾、昨日は野城はマークの2着、地元トリオ1番6番4番中段です。8番の青森高谷俊美は7番手、昨日の予選競争持ち味発揮の先行逃げ切り、いい逃げを打ちました高谷俊文、後ろは2番車青森小笠原翔太、平塚バンク7場所連続決勝進出中、2番小笠原翔太、その後ろが7番車青森小橋明則、青森トリオ8番2番7番です。3周回目の今バックストレッチです。先頭は5番の佐伯翔太、1番の加藤健一が4番手、8番の高谷俊美7番手、3人の積極タイプが揃って、まず動いたのは青森勢、高谷俊美上がります。2番小笠原翔太、7番小橋明則、8番2番7番青森勢が上がって、5番佐伯翔太を抑えに行った8番車高谷俊美、5番の佐伯翔太は引きました。打賞周回第2コーナー、ここで勢いよく1番の加藤健一が叩こうと上がったんですが、ここは一旦突っ張られて、空いた4番手再び入りました。迎え入れた6番伊藤明則、ジャンが鳴っています。2センターウィンコースをついていこうとする1番の加藤健二が一旦ここで蓋をされた。さあ8番車のここは高谷俊美先頭、番手に入った1番の加藤健二、外から襲いかかっていく。5番の佐伯翔太が一気にスパート、後ろは3番の磯田明、この2車が行く。土屋仁は離れました。2コーナーからバックストレッチ、1番車加藤健二は3番手に乗り換えて200を切っての3コーナー、先頭は5番の佐伯翔太、今日も絶好のチャンス、3番の磯田明2番手、3番では1番の加藤健一、4コーナー回る。さあ5番の佐伯をガードしながら3番の磯田明が抜き去っていきます。3番1番そして2番あたり、第5レース A 級準決勝、佐伯翔太のかましに乗った3番磯田明、今日もしっかりとチャンスをものにしました。そして加藤健一が2着に突っ込む体勢でした。
3番1番2番のゴールの通過体制に見えましたが、それではリプレイをご覧ください。4コーナーではもう余裕の展開、3番磯田明後ろを引きつけながら佐伯翔太を抜き去っていきます。リプレイゴール線上をご覧ください。1番宮城太田正則、2番静岡桜井城、3番千葉中曽直彦、4番千葉亀井久幸、5番埼玉新井武久、6番静岡北村正明、7番宮城佐藤正彦、8番茨城小室貴弘、9番静岡飯田健二、以上のメンバーによる対戦です。太田正則と飯田健二、この2人の先行タイプの対戦。基盤車は静岡飯田健二、本日の特選競争いい逃げを打ちました。太田正則も初日は素晴らしい競争でした。発送準備整いました。9名前傾線に移ります。体制完了。号砲になりました。第6レース A 級準決勝スタートです。まずは4番亀井久幸が上がりました。1番車太田正則、外から上がっていきますか。3番中曽直彦、2番が桜井女王、6番北村正明、7番は佐藤正彦、5番新井武久、8番小室貴弘、最後尾に9番飯田健二です。まずは千葉勢が前受けとなります。4番亀井佐伯に3番中曽直彦、4番3番千葉コンビ、1番宮城の太田正則は3番手から。予選は一度にもしっかりと、そして再三のブロックもものともせずまくり切ったレースでした。太田正則マークは同県宮城、7番の佐藤正彦頼りになる目標を得ました。7番車佐藤正彦、太田正則の番手につけるのは初めてです。1番7番宮城勢、この宮城勢の後ろには関東勢が行きました。5番の新井武久と8番の小室貴弘、1番7番5番8番と続きます。後ろ勢は難関勢、9番静岡飯田健二7番手、初日の特選競争タフでパワフルな逃げを打ちました飯田健二です。マークは2番車同県静岡桜井城、昨日は佐伯翔太を追い込んでいます。静岡勢に6番車、さらに北村正明が続いて静岡トリオ9番2番6番です。青番を通過しました。マイケ体制は自在戦法4番亀井佐伯です。マークベテラン3番中曽直彦、千葉コンビ4番3番、新鋭1番太田正則は3番手から。7番車佐藤正彦がマーク、5番新井武久、8番小室貴弘がこのラインに加わって、9番飯田健二率いる静岡勢は3人。3周回目の4コーナーを回りました。飯田健二動きました。太田正則を抑えに行きますか。1番の太田正則も3番手から前々に踏んでいきます。今打掌周回に入りました。太田正則が9番車飯田健二を睨めながら踏み込んでいく。突っ張る構えです。これで千葉勢がここは宮城勢の後ろにうまく入り込みました。割り込まれた5番の新井武久が5番手、インコースから8番の小室貴弘がここはジャンで内をすくって3番手に入っていきます。9番車飯田健二がまだ後ろ攻めで前の様子を伺って、1番太田正則も流しています。4コーナー回って前を向いたのは1番車太田正則、 400m を切ってスパートです。1番7番8番体型、そして9番飯田健二は7番手、今第2コーナーからバックストレッチです。逃げるのは1番の太田正則、ここから9番車飯田健二、そして4番の亀井久幸も合わせて仕掛けていきます。4番亀井久幸が飯田健二に合わせてまくりを仕掛ける2センター。1番太田正則まだ踏ん張る、後ろは7番の佐藤正彦、4コーナー回った、1番太田正則先頭だ、粘る太田正則、粘っていますか。7番の佐藤正彦捉えました。ゴール寸前捉えた7番車佐藤正彦、
太田雅則にもよくかかっていました。7番1番宮城勢でワンツー、そして8番車小室貴弘、飯田健二、そして上井佐伯のまくりを不発に終わらせた太田雅則、つけた7番佐藤がものにしています。リプレイをご覧ください。いい逃げを打ちました太田雅則。番手有利に運んだ7番の佐藤雅彦、ゴール寸前で捉えているようです。1番茨城関高幸、2番千葉本田哲也、3番地元神奈川勝瀬拓也、4番同じく地元佐々木龍、5番千葉山本健也、6番静岡松永明則、7番埼玉久喜原博士、8番地元ホームバンク三井武史、9番茨城小林慎太、以上のメンバーによる対戦です。混戦模様も一番人気に抑えたのは地元勢、3番勝瀬拓也に4番佐々木龍でした。発送いたします。勝瀬拓也と佐々木龍です。構えての号令かかりました。体制完了。号砲になりました。第7レース S 級一般競争スタートです。5番山本健也が上がりました。2番手からは1番関高幸、6番が松永明則、2番本田哲也、9番小林慎太、2日目から補充で入っています小林慎太、3番が勝瀬拓也、4番佐々木龍、8番は三井武史、最後尾7番久喜原博士です。先頭は2センターです。5番千葉の山本圭也が前を取りまして、その前に2番の千葉本田哲也が入っていきます。予選競争はジャンから行きました。2番車本田哲也迎え入れて、5番車山本圭也、千葉勢の後ろ3番手に6番は静岡松永明則、2番5番6番、9番茨城の小林慎太は4番手です。茨城の機動力タイプ、前場所函館の予選は抑え先行で2着になっていました。マークは1番車同じく茨城の関高幸、9番1番茨城勢です。4番地元佐々木龍は現在6番手にいます。予選競争は中断で酒井陽と絡んで落車してしまいました。昨日は悔しいレースでした。4番佐々木龍、同じく地元3番勝瀬拓也がマーク、昨日は菅原ダイヤマークの競争、4番3番地元勢、8番三井武史がその地元トリオ3番手、4番3番8番、7番の埼玉久喜原博士は最後尾で短期の競争です。3周回目に入って今1コーナーです。2番車本田哲也が先頭です。2番5番千葉勢に6番松永明則、9番小林慎太は4番手、茨城コンビが9番1番、時代戦4番佐々木龍がどんな手を打ちますか。現在6番手、3周回目、2センターから4コーナーを回って4番佐々木龍動きました。3番勝瀬拓也、8番の三井武史、地元勢が上がります。地元勢に7番の久喜原博士も乗っていく形。打者周回1コーナー、本田哲也、千葉勢は引きました。ここで9番の小林慎太、茨城の2人が上がっていきます。外から駆け上がっていくのは9番車小林慎太、地元勢を抑えて先頭に立ってジャンジャンでともに、今度は2番車本田哲也が行きます。2センターから4コーナーに向かっていく。さあここは千葉勢が茨城勢を叩いていきます。6番の松永明則がついていけませんでした。2番5番千葉コンビで行って、3番手に9番の小林慎太、4番で1番の関高幸の茨城勢、4番の佐々木龍は現在6番手。2コーナーからバックストレッチ、4番佐々木龍が6番手も仕掛けるも、3番手から9番の小林慎太も仕掛ける。ここで5番の山本健也が番手から出ていく体勢か。内に入った1番の関高幸、4コーナー回る。さあここは5番の山本健也が先頭に立った。外から4番の佐々木龍も伸びてくる。5番の山本健也、外に4番車佐々木龍、さらに8番の三井武史も伸びています。7レース S 級一般競争、
本田哲也がかましてつけた5番の山本健也が伸びて、さらに4番佐々木龍、5番4番大外、8番車は三井武史。リプレイをご覧ください。本田哲也の番手から出ていく5番山本健也、外から突っ込んでくる4番の佐々木龍、さらにその外から8番車は三井武史。1番地元ホームバンク菅原ダイヤ、2番埼玉岸澤健太、3番山梨古谷隆明、4番栃木阿久津修、5番地元ホームバンク荻野悟、6番埼玉和田義嗣、7番静岡大木正也、8番千葉矢口大輝、9番茨城松永忠。以上のメンバーによる対戦です。本命に押されたのはこの人、ホームバンクの菅原ダイヤ。マークはもちろんこの人、5番車は荻野悟です。しっかりと菅原に食らいついていきたいベテラン荻野悟。発送準備整いました。9名前傾線に移ります。号砲になりました。第8レース SQ 一般競争スタートです。まず上がったのは2番岸澤健太です。1番が菅原ダイヤ、2番手から7番が大木雅也、インコース3番古谷隆明、6番和田義嗣上昇、5番が荻野悟、8番矢口大輝、4番阿久津修、最後尾に9番松永忠です。第3コーナー、6番埼玉和田義嗣、岸澤健太の前に入りました。昨日は菅原ダイヤを早めに叩きに行ったんですが合わされました。和田義嗣に同県埼玉2番の岸澤健太、6番2番埼玉コンビ、1番地元菅原ダイヤは3番手から、予選は力尽きたんですが公約通り積極的に攻める競争をしました菅原ダイヤ。マークは5番車荻野悟、1番5番地元コンビ、5番手に3番山梨古谷隆明。昨日の予選競争は千葉勢を追走する形の4番手からの競争でしたが、昨日は自力出し切れませんでした古谷隆明。後ろは9番車茨城の松永忠、4番靴州がつきます。3番9番4番候補待機は8番車千葉の矢口大輝。今話題の甲子園の話題が出ていますが、この人は元甲子園球児、8番車矢口大輝。マークは7番車静岡大木雅也、8番7番。3周回目の第2コーナー、6番和田義嗣先頭、2番岸澤健太、6番2番埼玉コンビ、1番菅原ダイヤが3番手から、地元ゴミが1番5番、細切れ戦となっています。8レース SQ 一般競争、1番長いラインが3番古谷隆明率いる関東勢、3番9番4番、ここで8番の矢口大輝が動きます。7番の大木雅也を連れて8番7番この2車が上がっていきます。打掌周回に入りました。千葉の8番矢口大輝が行きました。前を抑えました。ここで行くのは3番古谷隆明、アウトコースから行きます。押し上げていく3番車古谷隆明、3番9番4番、ここでジャンとともに行ったのは1番車菅原ダイヤが行きます。1番5番地元コンビです。2センター引いた3番車古谷隆明、3番手1番菅原ダイヤ流し組に今400メートルを切ります。先を上げていく1番菅原ダイヤ、マークは5番車荻野悟、今第2コーナーです。
3番車、古谷隆明3番手からまくりを放っていきます。古谷隆明がまくっていく。1番菅原ダイヤも踏み込む。菅原ダイヤ踏ん張る。3番の古谷隆明がここは伸びない。 2番手の外内に5番の荻野悟、4コーナーあたり荻野悟がブロックした。先頭は1番の菅原ダイヤが今先頭代わり。1番5番、第8レース SQ 一般競争、菅原ダイヤ会心の逃げ切り。そして5番の荻野悟も3番古谷をブロックしながらの直線、2着入線で地元コンビワンツーです。それではリプレイをご覧ください。3着に2番岸澤健太が外からよく伸びていく体勢でした。リプレイをご覧ください。荻野悟、古谷をぴったりと止めて。1番茨城吉田拓也、2番地元神奈川内藤秀久、3番福島佐々木雄一、4番栃木江連和弘、5番地元神奈川堀内俊介、6番千葉藤田大輔、7番茨城芦澤達弘、8番山梨末木浩二、9番静岡萩原隆之。以上のメンバーによる対戦です。難関勢4人結束するライン、そして吉田拓也にも3人のラインとなります。1番車吉田拓也、初日の特選競争を制しています。その隣が2番車内藤秀久、今日は堀内俊介マークの競争。そして堀内俊介、吉田拓也とは同期です。発送いたします。吉田とは昨年の競輪祭で共に自力で戦ってワンツーを決めたレースがありました。堀内は今日は難関勢の先頭を走ります。体制完了、号砲になりました。第9レース SQ 準決勝スタートです。ここは1番の吉田拓也が前を取っていきますか。6番の藤田も上がりましたが、ここは誘導に追いつくのは1番車吉田拓也、続いて7番車芦澤達弘、6番が藤田大輔、2番内藤秀久、4番江連和弘、3番佐々木雄一、5番堀内俊介、9番萩原隆之、最後尾に8番末木浩二です。2センターです。まずは前を取ったのが1番車吉田拓也、初日は珠玉の走り、センスの高さを感じさせる見事なスピードでした吉田拓也です。マークは道県茨城7番の芦澤達弘、平塚は後輩賞バンク吉田拓也をマークです。1番7番そして4番栃木江連和弘が続きました。1番7番4番栃茨ライン、中南4番手に3番福島佐々木雄一。今日は短期の競争、昨日は遠くライン4番手を固めましたが今日は短期です。3番佐々木雄一、その後ろ5番手に5番車堀内俊介です。4人結束した難関勢攻撃の起点として戦います。堀内俊介、後ろは2番車地元内藤秀久、番手は任せろという仕事人内藤秀久。平塚は抜群の成績を残しています。2番車内藤秀久、9番萩原隆之がこの地元勢の後ろ3番手、足を止めて突っ込む足はキレがありますが、まずは3番手の役割をこなしてからでしょう。その後ろを固める6番車千葉藤田大輔、5番2番9番6番難関勢は4人、1番後ろは8番車山梨末木浩二。昨日は坂井代のまくりは許したんですが、最後までタフに戦った先行でした。しかし今日は短期、8番末木浩二です。周回は3周回目の2センターから4コーナーを回ります。先頭は1番車吉田拓也、1番7番4番と千葉勢、動いたのは5番車堀内俊介。吉田拓也を抑えました。今打掌周回、吉田拓也は下げました。難関勢が前に出ます。このラインに始まりました末木浩二、1番吉田拓也現在5番手のインコースです。引き切らず5番手の位置で粘っています。吉田拓也、外に8番の末木浩二、続いて3番佐々木雄一、ジャンが鳴っています。2センターです。5番の堀内俊介、早くもペースを上げました。第4コーナーまでのホームストレッチ、2番車内藤秀久、
がっちりと2番手、残り400を切っての1コーナー、5番2番9番6番波を作りながら第2コーナー、1番車吉田拓也、ここは1車上がって4番手のうちに粘っています。外に6番の藤田大輔、ここはどかしながら吉田拓也ショートバックで放つ。現在3番手から2番手に迫る勢い、これを引きつけろ2番の内藤秀久、吉田拓也をブロックした。先頭は5番の堀内俊介粘るも2番の内藤秀久が乗りました。そして7番の芦澤達弘、2番7番1番あたり、9レース SQ 準決勝、堀内俊介を生かしてしっかりと2番下内藤秀久、吉田拓也を止めながら直線一気。リプレイをご覧ください。吉田拓也も外をどかしながら攻めていきましたが、ここは内藤の牽制にあってややスピードが止まりました。1番福島成田和也、2番栃木酒井陽、3番地元神奈川小原大輝、4番千葉田中春樹、5番新潟諸橋恵、6番群馬桜井岳、7番福島小松崎太一、8番地元ホームバンク島津拓也、9番宮城竹内智彦、以上のメンバーによる対戦です。諸橋めぐむ登場、今日は酒井陽マークの競争です。百戦錬磨のガッツマーカー、そして酒井陽登場、日々進化を続ける115期のナンバーワン、その隣が実力者一番下成田和也、小原大輝は今日は島津拓也マークの競争です。体制完了、号砲になりました。第10レース S 級準決勝スタートです。まずは小原大輝が前を取りました。3番車小原が先頭、続いて1番成田和也、2番が酒井陽、4番田中春樹、6番が桜井岳、9番竹内智彦、5番諸橋めぐむ、8番が島津拓也、最後尾7番小松崎太一です。第3コーナーです。3番地元の小原大輝が前を取りました。初日は堀内俊介マークからの1着、2番手にいるのは1番車福島成田和也、後方から8番の島津拓也が上がっていきます。ここは3番小原大輝の前に入ります。酒井陽とは前場所全プロの2日目で酒井陽のまくりを追いかけて捕まえた競争をしました島津拓也、その時ワンツーを決めたのが後ろの小原大輝でした。8番3番地元勢に4番千葉の田中春樹、難関勢8番3番4番、4番手は7番車福島小松崎太一、初日はライン4人の先頭を務め先行しました小松崎太一、今日もラインの先頭、その後ろは1番車福島成田和也、昨日はライン3番手でしたが今日は番手です。成田和也7番1番福島勢に9番宮城の竹内智彦、中段は7番1番9番東北ラインです。3週間目に入っての1コーナー、2番車酒井陽は7番手、ここで S 級初優勝したバンク、その時のまくりの上がりタイムは11秒フラットでした。そして昨日の上がりタイムは10秒7というキラリと光ったダッシュ力を見せました2番車酒井陽、早くも動きました。マーク初連携、5番車諸橋めぐむ、6番車の桜井岳、関東勢が上がってまずは7番車小松崎太一を抑えました。2番酒井陽です。4番手は並走です。小松崎太一も引きません。周回は赤番を今通過します。先頭は8番車島津拓也、難関勢が前段、中段4番手は外並走2番車酒井陽、7番車小松崎太一がインコース、2コーナーでさらに車を進めていく2番車酒井陽、8番島津拓也はどうするか、島津拓也は引きました。ジャンで先行体制に持ち込みました2番酒井陽です。番手は5番車諸橋めぐむ、3番手は固める6番桜井岳です。関東勢第4コーナー回りました。
主導権を握った2番坂井陽が先行策、中段4番手8番下地拓也、7番下小松崎大地は7番手です。今第2コーナーに向かいます。番手は5番の森橋めぐむ、さあ2番下坂井陽ガードします。ここから7番下小松崎大地差しまして8番の下地拓也もまくっていく。さあ引きつける5番下森橋めぐむ、2センターから今第4コーナー向かう逃げる2番の坂井陽、後ろは5番下の森橋めぐむ、後ろを引きつけながら直線、2番の坂井陽が粘るを捉えたのは5番下森橋めぐむ。10レース準決勝、坂井陽が先行策、しっかりと後ろでガードしながら浮き代を引きつけて4コーナー一気に2番車の坂井を追い込みました。森橋めぐむ、リプレイをご覧ください。4コーナー手前で車間を切りながら坂井陽をきっちりと残しながら踏み込みます。5番森橋めぐむ。1番静岡渡辺裕太、2番宮城大月博則、3番埼玉岡光義、4番千葉染谷幸喜、5番地元神奈川成田健二、6番千葉近藤保つ、7番青森坂本隆、8番栃木天貝和樹、9番地元神奈川東龍之介、以上のメンバーによる対戦です。圧倒的な支持を集めたのは1番車渡辺裕太、マークは9番東龍之介になります。渡辺裕太です。昨日は中段をうまく取れませんでしたが最後は巻き返して4着に入っています。渡辺裕太上体を起こすところ、マークは9番東龍之介、その隣はダッシュ力のある8番車天貝和樹、坂本隆と染谷幸喜にもラインができます。体制完了、号砲になりました。第11レース S 級準決勝最終組スタートです。まずは6番近藤保が上がりました。続いて3番岡光義、1番が渡辺裕太は現在3番手から、その外に8番天貝和樹、2番大月博則、4番染谷幸喜、7番が坂本隆、9番東龍之介、最高ミニ5番車成田健二です。第3コーナーです。6番千葉の近藤保が前を取って、その前に4番同県千葉染谷幸喜が入っていきます。初日は赤番で動いたんですが休む間もなく菅原ダイヤに行かれてしまったレースでした。染谷幸喜、4番6番千葉コンビ、3番手に8番栃木天貝和樹、予選は厳しい位置取りを見せました。今日も勝負権のある位置を狙ってそこから自力で行くでしょう。8番車天貝和樹、後ろは3番埼玉岡光義、関東勢8番3番、1番地元の地元南関勢の前が1番車渡辺裕太、現在5番手、その後ろは9番車地元東龍之介、昨日はこの渡辺ライン3番手ですが今日は番手を回る9番東龍之介、続いて5番車成田健二、1番9番5番南関勢、7番青森坂本隆は8番手にいます。けが明け復帰戦でしたが昨日は2コーナー負けを決めました。7番車坂本隆、マーカー2番車宮城の大月博之、昨日は特選競争はライン4車の番手でした。2番大月博之、今日は坂本隆マーク、7番2番は東北勢、3周回目のバックストレッチです。4分線となっています。11レース動いたのは7番の坂本隆に2番大月博之、東北2社がゆっくりと外から上がっていきます。先頭の位置は4番車染谷幸喜、4番6番千葉勢、坂本隆はここは千葉勢の横まで上がっていきます。今打掌周回に入りました。さらに車を上げて東北勢が前に出て第1コーナー、ここで1番渡辺裕太が仕掛けます。第2コーナー1番9番5番南関勢、アウトコースから行くのは8番の天貝和樹がまず前に出ていきます。関東勢8番3番、ここで千葉勢を誘い出しました。関東勢8番天貝和樹3番手に引きます。
4番車染谷幸喜が行きました。千葉コンビ4番6番、3番でキープ8番天毛一樹、注目の1番渡辺美優太は現在5番手、7番坂本隆が8番手。今第2コーナー飛ばす4番染谷幸喜です。6番近藤飛ばす車間を切りますが、ここは3番手から8番の天毛一樹が先まくり、8番の天毛一樹2番手に上がる、1番の渡辺美優太が現在3番手から4番手2センターです。第4コーナー回っていきます。ここは4番の染谷幸喜粘り2番粘っています。それから1番の渡辺美優太が届いてくるか、渡辺美優太が伸びました。そして2番の大月博則、11レース SQ 準決勝、外から一気に突き抜けていきました。1番車渡辺優太、そして2番の大月博則の1番2番、4番染谷幸喜もよく粘っての3着あたり。それではリプレイをご覧ください。8番の天貝が先まくりを放ったんですが、ここは6番の近藤のブロックを受けて止まりました。外から伸びていくのは1番の渡辺優太。